はい、ちょっとだけ見てくるとか、長く見れるとか、7フレ分見れる。さあ、タマコンさん対グバさんですね。ガトリー対ネクロということで、キャラクター的には相当苦しいですね。ネクロ側が厳しそうなね感じしますけども、そしてタマコンさんはそういうキャラクターに対してめっぽう強いって言うと大体負けるんで、大体言うと逆のこと起こりますね。起こりますね。あ、夢見ました。今うまいですね。トルネード空中ヒットして中盤で拾ってましたね。はい、偉すぎますね。うまい、うまい、うまい、うますぎる。さあ、電磁ブラストタイプ、ブバさんむちゃくちゃうまい。さあ、うわ危ない、危ない、死に、あっ、始まる。さあ、おしゃれ、一般地重視のコンボですかね、確か。むちゃくちゃ減りましたね。まあ、ダメージも相当でしたね。あった、今 EX マシンガンですね。マシンガン出なかった。今のは下風呂、あ、 EX マシンガンが確定ですね。はい、うまい、大きい。ブバさん超うまいっすね。削りに来ましたね。うまい。さあ、タマゴンさんはゲージをパンパン。いや、ラットリー使いはね、ゲージ余らず、いって、カットで4割、スタート、しゃがみくらい、ボックスリブロー、一気に8.9点、10割、いって、そしてゲージが返ってきました。返ってきましたね。なかったことみたいなで、ラットリーはね、やっぱこの爆発力、そうですね、火力、これはうまい。連戦、あーっと、遅っ、遅っ、相当今のこそ裏拍でしたよ。裏拍で飛んできた。あー、大トル、偉すぎる。確定です、大トル。そして連戦、目の前で透かしてプレッシャー。さあ、ネクロにゲージが1本返ってくれば、あー、うまっ、出ない、 EX が上がった。いや、それは EX が出ない、少ないのはもうしょうがないです。うますぎる。うますぎる。がうますぎる。ブバさんうますぎる。あぶねえ、タマコンさんうまい話したくてよかったですね。さあ、ダットリーの立ち台。